遭遇、救助に向け安全確保。
要よ。さあ、二人を探しましょう。調査の途中でベリオロスの気配を感じて隠れていたの。おかげさまでこちらはいい成果が得られましたよ。調べたらナンパ星にモンスターの襲撃跡があったの。ベリオロスよりももっと苛烈な跡、とてつもないモンスターがこの地に存在したことになる。それとこの辺りでまだ新しいものです。これが作られた原因が近くにあるはず。そっちはどう？変わったことは？氷漬けのモンスターか。ベリオロスの仕業じゃないことは確かね。となると、クデンのみが残る幻の古竜、あれはまさしくイベルカーナ。おばさま、自分を信じて生きなさい。きっとそれの謎に近づくわ。それにあの古竜は強大よ。きっとあんたたちの力が必要になる。では行きましょう。
みんな緊急に集まってもらってすまない。渡りの地で警戒すべき事態が発生した。これについては五機団から報告を頼むよ。はい。渡りの凍結にて氷漬けとなったモンスターを発見しました。原因となる存在も確認しました。あれはおそらく古竜。その古竜ですが、海上空へと向かいこちらの方角へと飛び去りました。現在ここ新大陸に来ていることが考えられます。報告の通りだ。万が一を考えて最大限に警戒すべきだと。我々研究班は現場にいた一騎団殿の見解をもとに、それとおぼしき存在を書籍に探り当て確証を得ました。古竜の名は漂流イベルカーナ。正式な記録に残された目撃数はわずいずれも人の立ち入らない極寒の地で、登山家冒険家などに目撃されています。息吹や羽ばたきで生物が凍ったとありますが、まさか真実だったとは。これほどの古竜が活発化したとあらば生態系の急激な変化は必至だな。そうしれ、その兆しこそがレイギエナの移動であるとは考えられないでしょうか。レイギエナが向かった先に影響の主がいたと。だがまずは存在の確認だ。調査班は各地を分担して探索。わかりました。手分けして探索に取り掛かります。思いもよらぬモンスターを見かけた場合は各々対処を任せ。それと物資班、万が一に備え物資の確保をしておく。これは急務だ。以上、解散。イベルカーナが新大陸にいるとなると大変なことになります。私たちの担当は古代樹の森です。探索で異変を確認しましょう。
れほどの力を持つ古竜が来ているなら、生態系に何らかの異変が確認できるはず。例えば未発見のモンスターが騒ぎ出すとか。ベルカーナの痕跡です。周辺を調べてみましょう。ん？待ってください。この痕跡は、この痕跡、ひょっとして、ひょっとするかも。この刃の跡は、広く知られたあのモンスターの痕跡。古代竜人の足跡もありますね。近くに古代竜人がいるのかな。あそこに古代竜人が。何かが活動を始めた。これから始まる大きなうねり、私たちは今その端っこに立っているのかも。空気がピリピリしますね。アプトノスが。もしかして、
なるほど。古代樹の森にイベルカーナのものらしき痕跡があったと。そして新大陸では未発見だった人竜ナルガクルガの出現か。そして先ほど大蟻塚の荒れ地を調査していた者たちより残留ディノバルドを確認したとの報告もあった。お前はこの状況をどう見る？俺？そうだな、渡りの古竜が来ると生態系が急激に変化するだろ。それと同じで急激に起こった外的要因が今回の変化をもたらしているんじゃないかと思う。だからナルガクルガやディノバルドが暴れ出したんじゃないかな。編纂者、君は？私も先輩と同意見です。今後も未確認だったモンスターの発見が相次ぐんじゃないかと。ともども良い目だな。ではこれより活発化した5機団はナルガクルガとディノバルドの調査を頼む。ナルガクルガとディノバルドの調査、イベルカーナの痕跡も集めましょう。ナルガクルガの調査は新大陸初。これはまたとない機会です。イベルカーナの痕跡です。
痛むのは相棒。しっかり記録しましたとも。残る調査もあと少しですね。イベルカーナの痕跡も見つかるでしょうか。切り裂くような気配。用心してください。
それでは一旦帰還を。エルカーナの痕跡を見つけたようだな。はい、そこかしこに。総司令、とてつもない古竜だ。生態系に急激な変化が現れている。調査団としてこの事象を見届けたいが、このところ食料の調達も難しい。我々の役目は生態系の調査と調和だが、この地自身が寒冷化の道を選んだのであれば、撤退か。俺たちもその生態系の一部じゃないかな。先輩、俺はここの生まれだからさ、とっくにそのつもりだけど、故郷は別でもみんなも俺と同じじゃないかな。モンスターたちの縄張り争いを見てきただろう。奴らは生きるためにあがいている。それが命のあるべき姿だからだ。新大陸に生まれたからには俺も諦めたくはない。俺たちも生態系の一部なら同じようにあがこう。私まだ帰れません。知りたいことがあるんです。俺も果たしてない約束があるんだね。あがくぞ。生態系の一部となる、それが新大陸に生きるハンターだ。向こうで物資を手配してくる。こっちの守りは頼んだぞ。さて、よろしく頼む。残るはティガレックスとブラキディオスの調査ですね。なんてことだ。
生きてティガレックスの発見。私たちが調査したのは新大陸のほんの一部。世界は本当に広いです。
ラッチフローのチャンスだ。
休息を取りませんか。残る調査もあと少しですね。残る調査もあと少しですね。
カイリュウの特徴は何といっても粘菌、そしてあのたくましい腕でしょうか。残る調査もあと少しですね。カイリュウの特徴は何といっても粘菌、そしてあのたくましい腕でしょうか。
関して報告を。さて、よくやった。気を締めてかかれ。ついにイベルカーナとの対峙ですね。それにしてもどうして流血症の地に。参りましょう。ここに来る前、一騎団だった祖父から渡されたんです。多分新大陸から持ち帰ったんだと思います。分かってます。新大陸のものは持ち出し禁止。それでも祖父は。遠い遠いあの月から持ってきたと祖父は昔言っていました。もう二度と行けない思い出の地だと。
新大陸から戻った祖父はこの石をずっと調べていました。いつもは陽気な人でしたが、石のこととなると真剣で、結局何もわからなかったようですが、どんな気持ちで持ち帰ったんだろう。なぜ私に。見つけてこいということなのかな。40年前にはできなかったことも誰かに託され引き継がれ、いつかはなされるはずです。その繰り返しが私たちをここに連れてきました。この答えだってきっとあります。だから、大自然の中でまだまだあがかないと。それにしてもイベルカーナはどうして流血症の地に来たのでしょう。
列が。あなたはいつも先に行く。今も昔もこうして課題を残すのね。これは一同、揃っているな。これより作戦会議を開始する。まず、体はもう大丈夫なのか。君の力により、イベルカーナを退けることができた。これは、君にしかできなかったと断言できる。本当によくやってくれた。さて、当のイベルカーナは、イズコへと去ったわけだ。これについて説明を。はい。五騎団推薦組としばらくの攻防の後、イベルカーナは外角の形状を急激に変容。その後、渡りの地方面へと飛び去りました。変容の理由、そして何を目的に流血症の地を訪れたのかも不明です。それと私個人の印象ではありますが、イベルカーナは撤退したのではなく、目的があり、あくまで一時的に流血症の地を訪れただけだったのではないかと。極寒の地に住まうはずの古竜が一時でも血脈たぎる流血症の地を訪れたのなぜ。もしかして外角の急激な変容と関連があるのでしょうか。いずれにしろ調査が必要になろう。もう一つ、変容したイベルカーナですが、とてつもない力の増加を感じました。このままではセリエナが。よし、調査班は急ぎ渡りの地に戻り、イベルカーナの所在を明らかにしてくれ。物資技術班は万が一に備え防衛の準備だ。兵器はアステラから援助する。ことを焦るな、一歩ずつ準備しろ。その一つ一つが必ずや身になることを忘れるな。以上、解散。ベルカーナを探し出さないと。探索で渡りの凍て地に行ってみましょう。先輩が心配事があると言っていましたが、どうしたんでしょう。ありがとう、
ありがとう。最高だな。